こんにちは。11月の20日金曜日の日帰り竹部でございます。さて本日の午前、10時から、ラジオ日経さんのマーケットプレイスというラジオ番組出させていただいたわけでございますけども、この時に申し上げたのが2点でございます。で1点でございますけども、今週不幸にしてというところでは、フランスでのパリ同時多発テロ、これによってユーロが大きく売られてきた経緯がございます。これをもってして欧州の景気停滞懸念と相まって、12月において緩和施策、 ECB の緩和施策がさらに拡大するんじゃないかというの思惑がユーロの上値を圧迫しているという見方、そしてそれと相まってなんですが、ご存じの通り米国の利上げ観測、これ12月でございますけども、やはり利上げ観測にが強まってのドル買いが出てきていると。ただしちょっとそれぞれ前のめり感があるのかなというところで、週末でございますので、それがそれぞれ調整されるんじゃないでしょうかねというような懸念、見解を一つ申し上げさせていただいた経緯ございます。でもう一点でございますけども、ドル円相場、ちょっとやはり動きが鈍いですね。122円台の後半から123円台の前半、もうちょっと厳密に言うと2-80、3-20、これぐらいの間を、価格帯を中心として、本日の東京市場動くんじゃないでしょうかねと。3連休前での需給、五等日需給を中心としてというふうにして申し上げたんですが、やはり123円、これも非常に不思議なもんでございますね。ちょうど挟んでの推移というのが、本日の東京市場の展開になっているというところでございます。さてで、週末でございますので、改めてです、ご案内させていただこうかと思いますのが恒例となっておりますが、ウィークリーレポートのご案内でございますけども、ちょっとこちらの方で持っております、チャート、60分足チャートなんですけども、こちらの方もちょっと合わせてご案内させていただこうかと思います。まずは60分足チャートの方でですね、ぜひ再確認していただければというふうにして思いますが、やはり123円の5075、厳密には6075ぐらいの間になるんですけども、要は123円台の後半が抜けきれないと、ちょっと株高、2万円という象徴的な水準ですけども、この水準に押し上げるような支援にはなかなか結びつかないのかなというところでは、やはりこの辺の水準、123円台の後半の攻防というのが大きなポイントになる、これが来週のポイントになるのではないかというような形で、書かせていただきましたのがタイトル、動かない日銀の再覚醒を促す展開というところでご案内させていただいております。ぜひですね、当社関連サイトでご案内させていただいておりますので、ご覧いただければと思いますが、さて週末でございますので、このいつもの部分でございます、売買比率動向、ここを、細目出ておりますけれども、今回は円高逆張り心理と11月23週見通しというところでございますので、見通しの方はですね、繰り返しになりますが、ぜひご講覧いただければというふうにして思いますが、こちらの売買比率動向ですね、やはりポイントは、でこれ以前申し上げましたけども、投資余力、回避率が下がっているので投資余力があるんじゃないでしょうかねというふうにして申し上げました。やはり今般のですね、フランス同時多発テロにおけます下押しリスクオフでの円買いという場面が月曜日ございました。そうしたところにおいてはですね、やはり相応の円高圧力というのは個人投資家からもですね、阻止するような動きになったのではないかなというふうにして見ております。で、今後でございますけども、この回避率の上昇というところ、ぐっと上がりましたよねというところなんですが、さて今週ですね、どちらかというとマーケットが主役としたのは、やはりユーロドルの動きだったのかなというところでは、意外とドル円が、円高逆張り心理というふうにして申し上げた割にはですね、それほどまだまだですね、FX ユーザーのポテンシャルが爆発するような動きにはならなかったのかなというふうにして見ております。さてそうなりますと、11月の、これから最終週入ってくるわけでございます。来週の23日月曜日は、東京インターバンク市場、お休みでございます。勤労感謝の日というところでお休みでございます。FX 取引通常通りではございますけども、26日、来週のやはり木曜日なんですけども、サンクスギビングデーでニューヨーク勢お休みなんですね。この日を境にしてドル円相場、ドルの動きというのが鈍化するのかどうかということによって、この売買比率動向というのもポテンシャルを持ったまま12月相場に突入していくのかどうか、ちょっと気になるところでございます。ただし先ほど申し上げたように、投資力はこのままずっと蓄積されているだろうというふうにして見ておりますので、過度な円高圧力に対してはおそらく立ち向かっていく逆張り心理がおそらく発動するのではないかなというところで、来週の見通しに組み込んでのご案内でございます。
さて、週末ということで、週末リスク申し上げたいところでございますけれども、もう1点、やはり改めて申し上げたいところは、今週のドルないしはユーロの動きの反動巻き戻しが出てくる可能性というのが1点、そして2つ目でございますけれども、やはり来週の月曜日、東京市お休みでございますので、本日、五十日需給というのが相応にございました、ロンドンフィクシングにおいてですね、またそうした動きが出てくるのかどうか、ドルの調達コストというのもかなり上がっているような状況の中で、ドルを買わなくてはいけないと。我が国においてやはりドルは発行してませんからね、某国のように、勝手にするわけにはいきませんので、やはりマーケットからドルを手当てするというのがやはり、海外市場の中で、ポンと出てくるのかどうか、そうした動きもですね、週末でございます。十分ご注意していただいて、お取り組みいただければというふうにして思います。以上、11月の20日金曜日の日替わり竹部でございました。